ジョルジェ・サンパイオはポルトガルの第三共和制第五代大統領。所属政党は社会党。リスボンで医師の家庭に生まれる。ジョルジェ・サンパイオ本人によれば祖先はユダヤ系だが自身は無神論者であり、自らをユダヤ人とみなしていない。父の仕事の関係で家族でアメリカ合衆国及びイギリスに数年滞在した。 サンパイオはリスボン大学法学部に学び、1961年に卒業した。サンパイオの政治への参加はリスボン大学在学中からである。ファシズム独裁に反対する学生運動に参加し、1960年から61年にかけて学生運動のリーダーを務めた。1961年に卒業後は弁護士として政治犯の弁護に尽力した。 1974年4月25日のカーネーション革命以後、自ら政党目を創立したが、これはほどなく政党活動を停止した。1978年に社会党に入党し、現在も党員である。翌年にリスボン選挙区から出馬して当選、同党国会議員となった。1989年リスボン市長にも当選し、 1993年、再選された。サンパイオは1995年に大統領選に出馬する意向を表明、立候補し、前首相アニーバル・カバコ・シルバを破り当選した。1996年1月14日に大統領に就任した。サンパイオは、堅実な政局運営で知られる。政策の主軸は、社会政策及び文化政策に置かれている。 一期目は無難にこなし2000年の大統領選挙でも再選された。現在は国連事務総長結核撲滅担当特使、文明館の同盟国連高等代表を務めている。ありがとうございます。